しょう。いや、ここですか、世界一おしゃれな美容室は。盛りすぎ盛りすぎ。今日は世界的美容師ビクゾー先生に髪の毛を切っていただきます、はい、よろしくお願いします。お願いします。ビクゾー先生、髪の毛が伸びちゃって僕のこのクソダサヘアをね。いや、ほんとクソダサいな、ほんとに。助けてよ助けてよ。今日はじゃあ何ミリにします？何ミリ？何ミリってこんなんじゃないの？そこんなん、ね、やめてよ、まあ、トレンドはやっぱミリなんで。そうなの？そうなの？本当にそれでかっこよくなるの？なるならいいけど、なるならいいけど、まあ、2センチとかそんなもんかな。2センチでいいの？わからん、あのフィーリング、ね、陸蔵大先生のフィーリングで。2センチって大体もうこれ、ここはもうほとんど切っちゃうから、ね、あ、じゃあ任せますわ。任せますわ。前髪はね、ちょっと目にかかるからね。そうだね、前髪じゃなくて前髪だけちょっといい感じにしてくれ、うん、そうだね、まあ、眉と目上ぐらいで流す感じでいいよね。うん、お願いします。はい、だいたい流す位置ってどの辺か流す？だいたいどんだろう、この辺りかな、うん、このその辺7、3ぐらい、うん、そうやね、うん、こんなもんや、うん、分かりました。勝手に流れてる、うん、朝起きたら勝手に流れてるその日の気分で、髪の毛の気分で勝手に流れてるわ、うん。襟足は切っちゃっていい？襟足切っちゃっていいわ、うん。耳周りどうしよっか、あ、刈り上げてた。そう、盛り上げ、もみあげがね、ないおじさんなんで、もみあげハイパーないんで、リア友に作ってもらったんですよ、もみあげを。疑似的な、ね、あ、そういう疑似もみあげ作ってもらった。ほうほうほう。そう、うん、そうだね、これは今このまんまぐらいの方がいいかな、そしたら。 Thank you。耳かぶっててもいい？あ、なんかいい感じで、うん、ちょっとかぶってない方がかっこいいと思う。あざまーす、あざーす、大先生だな。あの疑似前髪も作る、疑似前髪とか、あ、なんかそんないいのがある、うん、そんないいオプションがあるの？疑似前髪を、おでこ広いからな、前、そう、さらに広げてね、ちょっと個性を出して。あ、いいじゃん、うん、ちょ、もう東海劇近いんで、なんか、あ、そうだね、前はやっぱじゃあ東海劇用にちょっと、あ、それで行きましょうよ、それで行きましょうよ、ビクゾー先生、行っちゃうか、あ、それでお願いしますわ。わかりました、OK です。やった、はい。で、実際こう実写動画ほぼもう2回目みたいな感じで、ちょっとやっぱ実写はね、緊張する、緊張する。トリッピー先生とかにもね、うん、めっちゃ緊張した、あれ、ね、あ、そうなんだすっげえ噛んでたもん、トリッピーの動画どうしようと思った。噛んでるとこ使ってやろう、うん、相当噛んでたら、今回も噛んでたら、俺も噛むからおい、やだ、かわいい、今日のトレンドかわいい天使だわ、私。これから殺される生贄みたいな生き物。そうだよ。やめてくれ。そのハサミでぐさり。ぐさりぐさりと。やめてくれ。さて、じゃあ、とりあえず後ろから切っていこうかな。来た。チョップカット出ますか、チョップカット。チョップカット出ますか。得意のチョップカット。チョップカットね、さらに精度を増してきたから。あ、さすが。あれから何年だ2、3年ぐらい経ったのか。そうだね、前切ってもらってから2年ぐらい、3年ぐらい経ったのか。経ってるね、早いね、あれから。いや、あの時のチョップカットはね、見事なものだったけど、それ以上のチョップカットを身につけてしまったと。そうだよ、すごいな、さすがだよ、修行積んだからね、先生だよ。前は一美容師だったけど、うん、もう今は独立して、かっこいいな。独立って響きいいよね。いいな。すげえ気に入ってるもん。社長じゃないの？社長。そう、社長でしょ。社長に自ら切ってもらってるからね。すいませんね、社長。いつも。社長ご指名だから。ご指名だから。俺から。社長ご指名だから。いいな。社長と手つきが違うんだよ。そうだよ。うん、切る音が違うね、社長は。やっぱ分かる。心地いい。うん、そう。音を意識してるから、ああ、メロディーになってるよね。ショパンが最も愛した美容師。ビクゾー、まあ、有名な話です。そう、実はね、僕目が見えないんですよ。あ、そうなんだ、うん。すごいな。でもそっちの方が逆にね、手の感覚だけでいい感じに研ぎ澄まされてるんだよね。見えないように見えないもんな。やっぱベートーベンとかと一緒なんだよな。やっぱ音楽家なのに耳がみたいな。すごいな。研ぎ澄まされてるから。繊細なんだよ、この手のタッチが。髪の毛がね、嬉しがってる、ビクゾに触られると。髪の毛がこんなね、喜んでる髪の毛、俺はね、3年前に切っ
ってもらった以来だ、ね、ああ、あれぶりね。これは確かあの頃はね、喜んでたね。喜んでたでしょ、うん、喜んでたまた陸蔵先生に切ってもらえる、うん、やったっつって髪の毛切り始めたね。なんかこの髪の毛その水分増すんです。ああ、そうなんだ。そう、まあ、なんかすごい濡れてきてツヤツヤだな髪の毛濡れてきてる。美容師やっててさ、うん、なんか普段どういう話すんの、どういう話振り、いやでもその人の趣味とか、あのそういう話とかも多いし、うん、でも基本的にお客さんに合わせることが多いから、なんかさ、うん、コミュ障美容師は大変そうやなとか思うんだけど、あコミュ障、あ、うん、コミュ障結構いるんだよ美容師でも。あそうなんだ、うん、そういう人とかどうするんだろうなみたいな、なんか定番の質問作っとくな、まあ、そういうのもあるね、うん、特にやっぱこの時期だったら、うん、ね、まあ、年末年始とかの話もあるし、うん、何してましたかみたいな、まあ、クリスマス近かったクリスマスとか、ね、あいいね。まあでもクリスマスの話は相手を選んで、あそうやね、あこの人のクリスマスの話はちょっとまずいかもしれない、明らかに俺みたいなキモーターが来たらほっといてくれよほっといてくれよ、それかちょっと雰囲気でなんかもうなんか明らかにもう分かりきってるような感じ、相手はなんか自虐的にみたいな人だともうネタで、クリスマスどうしますか、あなるほどね、あいいね、ちょっと気づいてやめてくださいよそういう感じね、ええやん、本当相手に合わせてだね。であとね、やっぱ美容師自体がコミュ障でも、うん、やっぱ仕事モードになるとやっぱ変わるよね。ああなるほどね、もう一人の自分みたいな感じね、うん、そうそうそう、普段全然喋んないけど、美容師の時は結構すごいベラベラする、いいね、うん、毎回ね、そうなんかいろいろ聞かれるからね、すごいなとか思いながら、俺の全てを引き出そうとしてるんやなこいつスパイか何かかとか思いつつね髪切ってもらうんやけどね。そうだね、でも実際ね、やっぱり、うん、私生活とかやっぱちょっと覗くような感じにはなる、うん、まあでもね、しょうがないよな、うん、ここは特にやっぱ主婦の人とかだとね、やっぱ、まあ、主婦が主婦じゃないかとか、うん、まあ、子供がいるかいないかとかでもやっぱこう生活スタイルが変わってくるから、それに合わせて髪の毛っていうのも、あなるほどね、赤ちゃんとかよく大工から、ね、そういう人の場合なんか赤ちゃんに髪の毛がかかっちゃったりするから、引っ張ったりするもんな赤ちゃん、しかもそうそうそう、だからそういう人とかはやっぱこう、まあ、多分短くするつもりなんだろうけど、うんうん、だからまあ、そう赤ちゃんがいて、うん、長くしたくないですよねみたいなことを、まあ、共感、うんうん、してもらうことによって、うん、まあ、お客さんからすると、うん、この人分かってくる美容師だ、ええやんっていう風にできるわけですね。なかなかないよそれ、なかなかなくない、さすがビクゾー先生ですよ来ましたか皆さん、要は、ね、共感を得る、うん、そうすると、うん、まあ、大して上手くなくても上手いように見える、うん、いやそれはね、親身になってくれた方がねいいよ明らかに、実際に、ね、うん、でもそうだよね、うんうん、分かってくれてる、俺いつもなんか言ってたとこなんもだもん、あ、そうなん、あ、そうなんすか、休日何されてるんですか、あ、そうなんすかみたいなその情報聞いてどうするそうで聞いて終わりみたいな感じだからねつなぎの会話ひたすらで、ワイも本読んじゃったりしてね、もうええわこいつとか思ったら目の前の本読んじゃったりしてねショパンが最も愛したじゃあ気に入ったね気に入った気に入った、俺気に入ったトマイした美容師、前髪どうですよ、もうちょい行く、あ、いいですよ、もうちょい行こうかな、もうちょい行っちゃっていい、もうちょい行こうかな、うん、あ、よー、ちゃんと聞いてくれますよ聞かない美容師の方が少ないけどな、じゃあ、あのね、あの、やっぱビクゾーぐらい仲良くないとね、ワイもコミショだからね、あ、これでいいですってなっちゃうんだよ、ね、うん、これでいいですってなっちゃうんだよ、うん、それ嫌なんだよ、俺とか思いながらね分かってるけど言えない、そうなんだよ、言えないんだよ、普段じゃ何、静かなの、普段はね、いや、なんだろう、静かではないんだけど、うん、あ、気を使いすぎちゃう、気を使うんだよね、あいごいね、優しさがにじみです、うん、使っちゃうんだよな、これなんかもうこの人の作品でこの人の中では完璧なんやろうなとか思いつつ、うん、まあこれでいいかってなっちゃうんだよね、うん、美容院とか、そうなんだ、なんかね、この前ね、リスナーさんから聞いた話でお客さんで来て、うん、こうやっぱイケメン実況者ランキングとか、うん、そういうのいろいろあるらしいんだけど、うん、あの一番会いたいランキングは、うん、アイゴリが1位なのって、そうなん、うん、その人の中でじゃなくて、うん、結構そのみんなかいその界隈の中で、何やそれ、アイゴリは、うん、もう優しい、ひたすら、そうなん、絶対ない、
って一緒にいたら楽しいし、そうでもないって紳士だしって、なんか幻想だよ、幻想だからなお前ら営業妨害していく、さっきあれだからさっきあのビクゾー裏で5発ぐらい殴って無理やりおい取らせろっつって髪切るっつってるからな言っとけ、主導権でも俺だから、ね、あ、すいませんでした、すいませんでした、そのハサミで首をちょんとかやめてください、すいませんでした、うん、すいません、あ、来た、チョップカットや、来た、チョップカットや、世界が愛したチョップカットや、あ、すげえ、これ多分カメラ入ってないね、すげえわ、雰囲気が伝わるから、雰囲気、うん、音でね、すごいですよ、縦でね、音で当たった、縦に入れて、手首の返しがテクいんですよそれすごいな、切り方とか何種類ぐらいの、大体こう何種類、まあ、でも大まかに分けて、うん、ブラントカットっていうこう、うん、真横にバツンと切るのがブランと、で今の縦に入れるチョップカット、あとは毛先を細くするスライドカット、そのあ、そうもうらいいこれは今月のチャンネルプレゼントにして、大体その3つに分けられるかな、でそっからなんかまた細かいのがいろいろあるって感じ、そうそうそう、自分で編み出したりとか、うん、そうだな、編み出したりとか、あ、でもね、なんか俺が前働いたところで特殊なのが、ハサミですきばさみみたいに使う、あのこう持ってこうやって入れてくるんだよね、根元、こうするとまあすきばさみよりもこう感覚を大きく、なんで髪の毛あるところないところあるところないところってこう作れるから毛束感がすごい出しやすい、あとは癖毛の人とかには、うん、ただ普通に吸いちゃうとスカスカになっちゃうんだよね、で癖が強かったりするとあの逆に好きすぎるとボワってなっちゃ う、そう重さがないからブワーンみたいな、でも今みたいにこうあるところないところを作っていくとある程度重さを残しつつ軽くできるから、すげえなっていう、まあ、とか髪質に応じてっていうのもやっぱりあるんだ、から好き方だけでもいろいろ種類があるし、すごいな、それはもう経験で覚えていくしかないもんな、そう、もうすごいな、そこら辺は本当にもう経験感覚だね、こういう髪質のこういう傾向があるみたいな、自分の中ですごいわ